セルノブイリの方に行ってらして、はい、1月から帰国されたばかりということでよろしいでしょうか。1日に帰国しました。日本の政府はですね、避難の日の字もその法律の中に盛り込まないようにしてるらしいんですね。まあ、官邸前抗議だけではなくて、どんどんいろんなこうプレッシャーを、まあ、かけていくしかないです。そうですね、弁護士の松井さやかです。要はその避難をしたのは自分たちの勝手なね、勝手な意思で避難したんだろうっていうふうに政府から言われてしまうわけです。なんか今模索期に入ってるんじゃないかなと思っていて、実験的な取り組みですけれども、まあ、こういうやり方も、まあ、ありなんじゃないかなと思って、まあ、この企画を始めました。行為を止めろ、行為を止めろ、避難基準見直せ。そう、1と4の、まあ、安全目標の議論と、それから設計基準値に基準になる地震津波、これ外的要因。できるだけその規制委員会のそういった活動状況についてですね、多くの方々に知ってもらうための取り組みというものは、これは従来の法案にはない取り組みではないかと思ってます。現在その中継はもう私どもの職員がですね、その機械のマニュアルを見ながらやっているということでですね、やはりそのなかなかそのプロの皆さんのようにはうまくいかないということで、そこは私どもも少し課題として思ってます。大井原発止めろ、今すぐ止めて、今すぐ止めて、大井原発止めて、大井原発止めて、今すぐ止めて、今すぐ止めて。高木さん、名札をあと5分か。あ、大丈夫、高木さんの名札つけます。ついてる、ついてる、ついてる。はい、やっかいし。はい、皆さんこんばんは。フクロウ FOE チャンネル FFTV の時間でございます。今日もよろしくお付き合いのほどお願いいたします。規制委員会が安全判断しなければ動かしちゃダメよというところまでは言わなきゃいけませんね。彼らはそれを逃げているわけです、うん、規制委員会本当に今のやり方ってシャンシャンで、あれ傍聴していても本当にわからないですよね。なんか重要そうなことが短時間で決まっていくという、まあ報道は盛んにされているんですが、その何でしょうかね、きれいにこう車掌してマスコミが伝えたい形を作って発信している感があるんです。マスコミに切り捨てられている部分っていうのは実はすごく大事なような気がしていて、重要な情報を私たち自身で発信したいっていう、そういう思いはありますし、ニーズもあるんじゃないかなとは思います。3115この原発問題に参加させていただいて、本当にこう昔からやってる市民団体の人たちがすごく高い専門性と情報量を持って、論理力で政府を追い詰めていくのを何度も見ていたわけなんですが、そういうその論理と情報と専門知識で政府に対峙するだけの市民団体は力を持っているんですが、そこが全然日本の場合認められていないんですよね。でこれって本当に驚くべきことで、欧米とかだとここまで市民団体が軽視されていることなんて絶対ないんですよ。必ずマスメディアは政府側の情報とともに NGO とか市民団体のコメント必ずセットで流すんです。日本は全然それができていませんよね。だからなんか本当に今のマスメディアは問題だと思います。週刊 FFTV これにて終了ということで、皆さんありがとうございます。原子力規制委員会の皆さん、
私たちは原子力規制委員会の人事問題そのものについても抗議をしてきました。違法人事撤回、違法人事撤回。警察の方ですよ。マザル警察です。どうしてこういう警察を呼ぶんですか。警察の人をどうして一般の市民の傍聴に呼ぶんですか。だったよ。こういうことやめてください。第4回の原子力規制、こんなことなかったね。こんなことないよ。警察が堂々と中に入りたい。前代未聞だよ。本当にその透明性とか言うんであれば、この1、2週間の対応は最悪ですよね。あの赤旗の記者を締め出し、傍聴者に写真付きの ID とかフリーメールはダメとか、変なわけのわかんないルールを課して、で傍聴させてやるみたいな、取材させてやるみたいな、そういう対応じゃないですか。広報課長が、私たちが旧知 の、 あの佐藤行さんなので、一言で言えば、本当にあの透明性を求めるんであれば、今後どういう対応をするのかっていうのはお手並み拝見ですね。私は政府現地対策本部の住民支援班の佐藤と申します。福島県民も他の日本国民と同じく等しく無用な被爆をせずに生活する権利があるでしょ。いかがですか。ないんですか。あの政府としてですね、そのできる限り被爆を少なくしていくという取り組みはしております。答えなさい。答えなさい。あるのかないのかどっちなんですか。福島県は年には権利はあるでしょ。権利があるかないかは私は分かりません。ちょっと山田、何で持って帰らないですか。署名用紙何で持って帰らないんですか。署名持って帰らない、日本も持って帰らない、どういうつもりですか。日本は言いません。ダメです。検査してください。検査してください。ねえ、日本持ってくぐらいいいじゃないですか。それ職性が違うんで。人間として付き合ってください、我々と。ねえ、どこを見てんですか皆さん。霞ヶ関が大事なんですか、それとも福島の人が大事なんですか。ねえ、ねえ、本当ちょっと頼むなんすよ。発砲用の除染の重点対象とスケジュールということでございますが、小さいお子さんを基準に考えたときに、果たして本当に特定避難勧奨地点を指定しないということは正しい選択なんだろうかと思うんですけども、ちょっと払いたくないんじゃないですか。問題ないんですか。本当に放射線の健康影響ということでお聞きになられたことあるかもしれませんけれども、基本的に100ミリより下のところではですね、データ的にはございません。佐藤さん、去年の今頃というのはあの現地対策本部の方におられたということで、結構福島の方々があの佐藤さんに対して、よく思ってない方が多いっていう、あのこら辺そのあの、責任者としてどういう今意識でそのこの仕事を務めたいというふうに思ってらっしゃるのか、福島の人に向けてあのぜひお話しいただきたいと思うんですけど、で私自身その現場にいてですね、あの住民支援という形で被災された自治体あるいは被災された住民の方の、窓口というか近いところでお仕事をさせていただきました。でそういう意味ではあの皆様方と意見交換する機会多かったです。ただその時にですね、やはりその私自身で決めることとかですね、そうしたものに限りがある中でですね対応させていただいたので、やはりそこは被災された方々からするとですね、十分でなかったと印象を持たれるのはあのその通りだと思いますし、私もやはりその時にですね十分答えられないっていうことについてですね、私自身も少し辛い印象はありました。できるだけその住民の方々のそういう避難したいという思いはあの東京には届けておりましたけれども、他方で特定避難勧奨地点という制度も限界があるということもありまして、で結果としてですね、自主避難された方もですね、これまた額十分ではございませんけど、あの賠償の対象にするというようなことが
12月ぐらいでしたが あったと思います。そうした形でですね、東京の方にはできる限りそうしたものにも配慮してくださいということはお伝えしてきたわけですけども、やはりそれは十分でなかったというのは私自身も大変心残りであります。ちゃんと避難してください。おいを止めてから調査してください。おいを止めなさいよ。ここは少し節目をつけるということで、うるさいの。私はずっと途上国の、環境問題についてウォッチしてきたんですが、国際協力機構という JICA 外務省の、系列の政府系機関ですよね。で JICA に対しては私たちは山ほど批判をしてきたんですが、 JICA の、情報公開は本当に徹底していると思いますね。例えば JICA の環境社会配慮ガイドラインの策定委員会とか設けるんですが、傍聴者発言もできるんですよ。で発言できるかどうか座長が判断して、でだから私なんかこう座長 の司会の中にいてはいとか言って手を挙げて、でもう委員より長く発言して、で委員が今の発言に関してはこう私は思いますっていう、なんか傍聴者も参加できるようなやり方していたの。まあ、それがそのどこまで可能なのかわからないんだけど、本来であればそういうやり方すべきですよね。みんな関心を持ってきているし、場合によっては委員よりも多くの情報を持っていることもあるわけなんですから、なんか本当に傍聴者を見下すようなことごとく無視みたいな、ね、日本の審議会特有かもしれないけど、ちょっと一種異様な世界だと思いました。もちろん情報発信で映像を出すとかあれなんですけど、ね、この組織の透明度あるいは公開性というその意識の問題として、やはりこう大きく変わったと思えるところが少ない、あるいはむしろマイナスなんではないかっていうような、そういう声を他のメディアからも聞くところがあるんですけども、何もちょっとまだスタートしたばかりなので、まずはちょっとこちらの体制を整えるということに今は主眼を置いてますけれども、いずれですね、いろんな方々の意見を聞く機会というのは、これはまさに公聴公報の観点でも重要でございますので、何らかの工夫はしていくことになると思います。まあ、今広報課長としてもですね、立場としては報道機関の方々のですね、いろんな要望をですね、すくい取って、でそれにできる限り対応していくことが、まあ、私の立場でもありますし、それが強いては規制委員会のですね、信頼につながっていくんではないかと信じてますので、できる限りこう耳を傾けるというか、そういった対応はしていきたいとは思ってますね。ですから空気というのは、要するに異質なもの、少数なものを排除すると、それ変えないことにはやはり安全規制、安全文化とは育たないんではないかなと。国際レビューも踏まえてこういうレベルになりましたっていう不連続点。